いや、これがベスト4。先攻 P-NOM 高校ポポ、まずはバトルのビートを聞きましょう。OK, next beat. Yeah. Right. OK, next beat.Yeah. OK, P-NOM, ビートは。いや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 、DJ は K-PAI。小説は 8-4、16-2。8-4、DJ は K-PAI。これがベスト4。先攻 P-NOM、高校ポポ。Yeah. DJ K-PAI, run it! Yeah, yeah, DJ は K-PAI だ。これまた音に全身全霊かけてるぜ。いや、サンライクにその先の先にかけてる。これに価値がある。そしてまたポポさん踏んで勝ち上がる。今日は履いてるポポさんのサックスならばマジ二人ともお揃いだな。でも先輩、後輩がっかりしちゃなんで、KOK 予選なんで仲間に負けてんねん。おい。先の先に欠けてる。お前その時点で欠けとんねん。今に欠けとんねん。お前は抜けるトンネル。この先どう出る。超過半過中途半端。俺はずっとラッパーやってきとんねん。抜けるトンネル。俺は燃え尽きるまで敗人。別にここの支配人じゃない。この試合に一発一発打ち込むパンチライン。いや確かに欠けてる。ずっとラッパー。いやそんな感じだ。倒された重症患者みたいになる。だからさずっとワンバースずっとずっと蹴り続けてくぜ先、うん、確かにな。それは分かりましか見てない。でも先輩なんだぜ、yeah、だから憧れの先輩ならばずっとかっこよくなくちゃいけない。今日後輩に私は一個もダサいとこ見せてない。でもかっこいいライブしてただろ。俺が憧れ。俺後ろ後がねえ。もっと遊ばねえ。俺は単なるアホじゃねえ。だけど誰よりもラップバカ野郎ならまたまたやろうぜ。この試合殺し合いちゃうねん。繋がった。お前のこと疑ったりしてない。この歌があった。だから歌い続ける。俺はずっと一歩一歩歩き続ける。確かにライブも頑張ってたけど、yeah、一生同じセトリじゃダメ、yeah、一曲だけなんか新曲かねみたいな感じでずっともうわかんねえけど、あんたの曲も上からかぶせ出てくるぐらいには覚えてる。ずっと同じ繰り返しはビートだけで十分。新しい時代を作りに来たラッパーがここに立ってるんだぜ。おい目を閉じんな。自己んぞ。アンドルハンドルブレーキ。俺誰よりもクレイジー。お前が言った新曲中村佳穂の曲やってる。俺の新曲は神の曲。あいよ言ってる。でも後ろじゃ前を見てる。ハーマイオニーよりもハイマイオニー。お前意外と可愛いけど別にハリーポッターちゃうけども、お前は結局田中なポッター。 Yeah、ビッグネーム使ってビッグウェブ呼ぶか。中村佳穂使ってんならまだまだだよ。京都の顔になってそれ以上上に上に上に行くしかないだろ、yeah、どこまで行けるかの挑戦状。そんな感じだぜマジ一生戦場。こんな感じだ戦いだけじゃねえ。ピースも後ろにスペクトすらも送ってるぜ。お前にもずっと送ってるピースサインならリスサイン。俺が中村佳穂とつながったのは10年以上前じゃ。ずっとライブでサバイブしてるぜアライブ。俺はトライブクエスチョン頭にクエスチョン。これでクエスチョンってドッキリやっとんじゃボケ。これでようやく金稼ぎ始めた。俺のメーターは振り切れてんじゃぞ。誰よりも俺が京都で変だぞ。終了。Yeah. OK。 それでは勝者を決めましょう。先行P の間がやばいと思ったやつ。いや、
高校ポポがやばいと思ったやつ。まずはポポ。それではジャッジの方に行きたいと思います。 Ready ジャッジ。勝者ポポ。 Yeah、 P の間にも大きな大きな拍手。